こんにちは、まーさんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、あきちゃんのヨガ活動のことについて少しお話ししたいと思います。なかなか一般的な遊びとかはルールもわからない、概念もわからないし、あと楽しみ方もなんかわからない。もともとすごく感覚優位な子で、感覚的なその揺れを楽しむことであったりとか、その触覚ですね、触覚使って楽しむことであるとか、あと聴覚とか、あと動画ですね、視覚使って音楽とか動画を見るということはとても好きな子なんですが、なかなかそのおもちゃで遊ぶとかボードゲームするとかっていうのはとても難しかったのですが、最近少し工夫をしてボードゲームを楽しんだりとか、そういうところら辺も少し出てきて、工夫のしがいがなかなかあるなというふうに思っています。で、今日は、私のちょっとお友達からこういうものをプレゼントされました。隣のトトロ名ゼリフカルタ、こんなのですね。で、うちなきちゃんすごく隣のトトロが大好きです。幼少期の頃にまだVHS のビデオでアキは見ていましたが、録画したものを見ていましたが、もう見すぎてなんかテープが3本ぐらい伸びて切れちゃうみたいなぐらい大好きで、今もなんか YouTube でなんかその加工されたものなんだろうと思うんですけど、なんかトトロ系の動画を見つけてはなんか見ているような感じです。で、中身ちょっと見てみたんですけど、50音順での札ではなくって、名ゼリフのみで、45枚の読み札が入っているということでした。で、こういう絵札とこういう読み札と、で、なんか一覧のこういうものが入っていました。で、とてもなんか可愛いこう絵ですよね。なんかトトロの中のとっても可愛いイラストが絵札になっていて、こういう猫バスとかもうちは大好きですし、そうですね、なんかトトロのこういうトトロのね、こういう絵とかもあって、絵だけ見てても楽しめるなと思ったんですけど、読み札の方ですね、うちなきちゃんは、文字が読めません。そして私が読んだとしてもそれを聞き取って、意味取りするっていうことがまだできません。他の動画でもお伝えしてますけど、あきちゃんの第一言語はイラストと写真です。で、どうしようかなと思ったんですけど、実は同じものをもう一つ買いましたので、我が家は2セット同じものがあります。コピーっていうかスキャナーでちょっとね、プリンターで取り込んで同じものをちょっと作ろうかなと思ったりはしたんですけど、ちょっと手間暇かかるので、いろいろ他にも取り組みたいことがあって、作る作業が非常に多いので、これは値段的にもそんなに高くなかったのでもう一つ買いました。で、どうするかっていうことなんですけど、こういうふうに同じ絵があるとマッチングするっていうことはとてもあきちゃんは得意です。複数のこう絵があって、これを辨別する、見分けるという力ももう育っているとかついているので、こういうふうに並べてあって、で、ね、これ取ってねって見せたらこれを渡すっていうことは、取って渡すっていうことはもう全然今のスキルとしてはできるかなというふうに思います。なので、最初は5、6枚、多くても10枚ぐらいのこの絵札の方ですね、絵札の方を並べて、私の方で多分1枚ずつ見せて同じものくださいっていう形から始めて、取り組みを少しずつ複雑化していきたいなというふうには思います。で、こう文字の1文字同士のマッチングっていうのは実は50音うちのあきちゃんはできるんですね。なので、その読み札を読みながらですが、ここの文字を
見せつつこれとマッチングして撮るみたいなことも将来的にはもしかしたら可能かもしれないなっていうふうに思っています。まあ、遊び方はいろいろあるかなと思うので、まあ、使いながらあきちゃんと一緒に使いながら、遊び方を広げていって最終的には一般的な遊び方に到達できるといいかなというふうに思っています。まあ、自閉症の方の支援っていうのは準備8割現場2割というふうによく言われます。ちなきちゃんに関しては準備9割って感じですね。私の場合は本人ができること分かることで今楽しめていること、まあ、そこを中心に少しずつ細分化してこう切り分けていって、まあ、そこをまた広げていってまたガチャッとくっつけるみたいなイメージなんですけど、まあ、そうやって活動をいろいろ広げてきています。まあ、余暇活動もさまざまな取り組みを今お家でしているんですが、まあ、今年は本当にコロナで1年間大変な年でした。で、まあ、まだ、ね、収束していないので来年もまだしばらく大変かなと思いますし、まあ、この年末我が家はいつも、イルミネーションを見に行って夜遊びに行くんですけど、ちょっとそのあたりも厳しいなということでちょっと夜外に出て遊びに行くにしても例えば車でちょっとイルミネーション見に行くとかっていうのはできるかなと思ってるんですけど、電車に乗ってちょっと人混みに行くっていうことは避けておいた方がいいかなというふうには、考えています。まあ、年末年始でのその過ごし方みたいなことを、まあ、お家での中の活動を増やすチャンスかなというふうには思っているので、いろいろ準備をして取り組んでいきたいと思います。まあ、できないことばっかり見るのではなくて、まあ、本人自身のやっぱりスキル的に今できていることで少し伸ばせることができること、そしてまあ今皆さんもそうだと思うんですけど取り組めることですね。ちょっとその頑張る必要はあるかもしれません。私自身も、そんなにこう器用な人間ではないので、いろいろ工夫をしながら労力をかけながらあきちゃんの支援を毎日やっています。またこの隣のトトロのカルタの様子ですね、カルタの様子とかはまた YouTube の方に動画でアップしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。